キンプリがティアライカンシャイカンシャンカンシャ,カンシャラカンシャ。お別れじゃない5人それぞれの思い。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング・プリンス王をデリュー5周年日の前日となる22日岸優ユータ27平野氏420。ヨー20 六神宮寺雄太25の3人がグループから脱退する。グループに残る長瀬角24と高橋海人24のメンバー5人は同日有料サイトジャニーズウェブでブログを更新し感謝のコメントを綴った。平野は明日からキング・アンドスじゃなくなると思うとめちゃくちゃ寂しいと心境。を おジャニー北川氏が最後にデビューを見守ったグループであることに触れ、ジャニーさんごめんね。目標届かなかった。とメッセージ。またどこかで会えたら、いいね。またね。ティアラ、ファンの総称。と締めくくった。神宮寺は、約13年と7ヶ月ジャニーズの神宮寺雄太を応援してくださり本当にありがとうございました。と感謝に言葉と、 共に楽しい思い出を皆様のおかげでたくさん作ることができましたし大きな夢も見ることができました。と綴った。さらに、寂しいですが永遠のお別れではないと思うので、さよならは言わないよ。じゃあまたね。とした。9月30日で退場する騎士は、それまで自分のできることを全力でやり遂げるので皆さん見ていてください。 これからもキング・アンド・グヌスは続きますので引き続き応援よろしくお願いします。と呼びかけた。長瀬はいつまで経ってもこれからもずっと大切なメンバーです。とし、今後のキンプリについては二人になりますが、俺とアマでまたみんなに楽しんでもらえるように頑張るよ。うん。このメンバーで駆け抜けた5年間は幸せでした。などと綴った。 高橋はファンに向けて今日までついてきてくれてありがとうと思いを綴り少しでもみんなの心に寄り添って手を繋いで心の底から笑顔にできるようにアイドルとして生きさせてください。とメッセージメンバーに向けてはみんなと一緒に頑張ってきたからずっとアイドルを続けてたくさんのファンのみんなに囲まれて幸せになれてると感謝した。 昨年11月に騎士と平野と神宮寺は22日付でグループを脱退することが発表された。平野と神宮寺は同時にジャニーズ事務所も退場する。またこの日、ジャニーズウェブ、歴史が9月30日で退場することも発表された。平野氏洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。 圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。